ちょっと日付変わって6時間寝てみよう。6時間寝よう。ちょっと結果は出てるんやからね。おっ、よー、トロイドありがとうな。トロイドどうせ、おお、やった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 でいいのかな。よかった。お金もらったぞ。お金もらったぞ。お金もらったぞ。なんかトロフィー、なんか別に、なんだこれ。お金100 100、魚1匹と同じ出ないぞ。てか餌ありすぎだろ、どう考えても。0円なんだけど、これトロフィー、これ時間切れ、ごめんな。飾りよう、飾りようか。飾っとくか、どっかに直置きしとくか。あ、やっぱさすがにこの言うとくかどやということで。あれ、まだなの。あ、立ってる。何も言わんのかい、あいつ。めっちゃおる。めっちゃおる。これ全員分の家建てるのはさすがに無理ぞ。ラメッシュだけでいいよ。あ、一旦ラメッシュかな。ラメッシュいらっしゃい。登山しようぜ、一緒に。おお、どうもどうも。すげえ、めっちゃ豪華な家やんけ。俺よりいいとこ住んどるやんけ、これ。広い。これで自分の荷物がすべてさ、これから開けるなんてうんざりするな。手を貸してくれないか。いいよ。またお前望遠鏡かよ。これギターもしかして。あ、この部屋にはちょっとな。他の家からもなんかもらってきてあげるわ、いろんなもの。望遠鏡2つを置く。スケートボードしなさそう。平たい場所嫌そうやからな。ブレンダーはちょっとな。この方がよくね。ベニー、お前いいわ。貼ってやる。黄色のペンギかける4。黄色のペンギってことは、とりあえず一旦買わなあかんのか。接着剤と黄色い花びらだから楽かな。黄色い花びらなのかな、ぐらいしかないよね、黄色のものって。ちょ、買うんや。買う。黄色いペンキ、黄色これか。あ、楽だね、これは。あ、楽。時間切れって書いてある。じゃあな。
ベニすまない、次のやつはちゃんと次こそはちゃんと渡すから、なんか依頼されたらベニお前村降りろ。いや待機はさすがにさせます。似たようなやつしか来ねえじゃん。あと、あ、大木切って押します。大木ってほしい。今後大きい家乱立させるの？いやまあ農場があるから畑の心配とかは多分いらんと思うよね。でも農場にいつ行けるか問題なんだよな。あそこどうやって行けるかって感じだけど、とりあえず一旦その何やろ、ミルシーさんが言ってるみたいに何？どうせ貢献かな。そう、貢献を。で、なんだよ、あそこも爆弾なんかな、もしかして。それらしきものがなかったら、多分また爆弾を作らなきゃいけない。爆弾を作らなきゃいけないって絶対に何やろな、動物の森では言わへん。セリフやと思うけど、俺はまた爆弾を作らなきゃいけない。除草剤巻きて、そこだけに除草剤巻きて。爆弾量産、爆弾量産したいな。ちょっと岩に関連あることか、わかんない。一旦あそこに爆弾投げてみるもありやけどね。あ、鉱山ってあれじゃね、ワープできるんじゃなかったっけ。あ、あー、あれ持ってきてね。ここは確かいらんかったはず、あれが、ランタン。え、結構しんどくね、これで1でしょ。うん、そうだよ、これで1だよな。まあでも海岸とかもあるし、何ヒノキがあったとこもそうやし、なんなら下の方も行けるし、これ行こうと思えば。なんか崖っぷちんところ、あそこにも岩なかったっけ、なんかフェンスが途中で途切れてるとこ。で何だっけな、ペンキ作るついでに青い、黄色い花びらを一緒に使う爆弾を1個作って、この貢献が関係ないなーっていうのになったら、ちょっと爆弾を農場のに行けるフェンスのところに投げます。爆弾使う場所って限られてそう。そうだよね、でもあれ一箇所でなるかっていう話だけどね。でもエリア移動って考えたらそうなるのかな。エリア移動結構でかい。あ、ここで石材寄付できんじゃね。住民に投げて何かあるならいいけど、それはやばいわ、発想がやばいわ。それはえげついわ、それちょっと俺には悪いけど、それさすがにできん。家とかに投げたら家壊れるとかで、また寄付募るみたいな、それがちょっと嫌だから、ちょっとそういう行為はしないことにします。
こっちも岩あったよな。復活してるかどうか知らんけど、鉱山だけかもしかして復活して、ああるわ。ちゃんとこれ鶴橋振ってる時とか斧を使ってる時、この振り上げて下ろす時目つむってるね。下ろす時はつむっちゃダメだけど、貢献貢献。下に落ちるな。人は落ちれへんのになんでそういうもの落ちるんや。でランタン動かしながら、銅鉱石、岩砕き人間岩砕き人間、あーヒノキの丸太やった、混ぜた。ここにこれ爆弾でいけると思うけどな。海岸まであの白木が取れる岩が復活してるパターンある。ヨーデリス、トーラ珍しい。今度達成した、達成した。あごめん見てなかった。採掘棒がアンロック、採掘ヘルメット、あ、ん？どういうこと？光を、光？じゃあ、灯り？灯りを置けば鉱山が明るくできる。ん？どういうこと？ん？ん？な、え？明かり？明かりかな？どっちか分からんけど。これをかぶったらあのいらんってことか。ランタンがそんなことでもないのか。明かり変わり、ランタンがいらんってこと。あの立てるやつ、ちょ爆弾作るわ爆弾作るわ。でちょっとこの、ね、あのベニの家に置いたやつをちょっと売ります。あ服変わってんのかな。一応5円で売れる。紫って買ったっけ俺。あれ前買ったの青か。こたつや。こたつ？小型アンプ。なんやろ、5400持ってるから200が安く見える。
まず家広くしないと置けない。他のキャラクターの家にも置いてあげたいけどね、普通に。ネタで言ってるけど、あのベニとかも普通に充実させてあげたいけどね。10時からかよこれ。第二の拠点とする。第二の拠点、ベニの家、第二の拠点。ある意味、とりあえず爆弾作るかとりあえず爆弾作るか。あ、向こうの方が攻防早いわ。爆弾、爆弾。サリさん、爆弾作りに来たよ。ドゥンドゥンドゥン。これが何で4つ ?4 つか。4つも何に使うねん。着てるトップスいけてるな。これどうぞ。あー、10時やからあの服屋回転してるわ。これどうぞ。サンキューだろ。この黄色いグラデーションパンツ、礼として受け取ってくれ。どういうことや。すっごいカラフルになったね。この世界ではかっこよくなれへんね、多分な。服のセンスが壊滅。壊滅やな。やばいな、これ。お笑い芸人やろ、こんな格好してんの。だって服屋見に行こうか、服屋。女性もんしかないやん。青いジャケット。今よりマシか？なんだこの帽子は。マッシュルームハット。え、スクエアメガネグリーンやばい。なんでスカートなんだよ。女性っていう体な、俺って。よう兄弟とか言ってるけど、おるかな。あ、いないね。さすがにもうって感じか。さすがにもう来ないのか。こんだけだけ。爆弾装備します。おやおや。どういうことだってばよ。物語が進まなあかんのか、これ。どういうことだよ。なんかしなあかんのか。あ、そうや、あの帽子作れるんかな。どうやって作れるの。銅の斧作れるんじゃない。そう、銅の斧はね、頑張ったら作れる。釣り竿持ってる。君、釣り竿よりツルハシじゃないの。
これだよこれ。あ、めっちゃいる。なんだこれ。鋼鉄10、生地5、クッション1。鉄鉱石。え、鋼鉄10って結構敷居高いぞ。こっちの方がまだ簡単やな。じゃあちょっと鉱山先行くか。ヒノキを鋼のつるはしで掘り進めていくところからかな。そうだね、そっからだね。爆弾の距離短すぎたはないと思うから、さっきのあの何だっけ、岩破壊した時結構距離短かったし、てか投げられる場所決められへんっていうのがね。すげえ微妙の前に、家を一旦家を注文しましょうか。まずこれとこれ同じ同じ荷物の数。家の大きさなんて何でもいいやろな。ついてきて。こっちこっち。この辺立てるわ。ここでいいでしょ。ここでよくない。なあ。くっついてるわかんのか。いやちょっとあんまり良くないかな。くっついてた方がいいかな。どうやろ。微妙やな。あえてめっちゃ離すとか。この辺とか言って全然この橋の直線上は家がない方が良さそう。そうだね。こことか。じゃあこうかな。こういう感じかな。こことか立てたらアホなんかなって思われそうやな。アクセスが悪い。アクセスが悪い、ね、この辺りでいいか。ここでいいよね別に。上はね、ちょっとね、まだちょっと違うことしたいんで、木とか花とか植えたいんで、上の方。農場がね、どういう扱いになるか分からへんからさ。ここでいいよね、一旦。ここにするわ。で、この上多分全然空いてるから建てられるっしょ。空きすぎてるわ。大丈夫やな。じゃあこの辺にすっか。うん、この辺かな。噴水とか置けたらいいのに。噴水とかあるんかな。よし、他にありがとうございます。すぐ取り掛かるね。で、次誰を入れるかって問題やな。あの忍者みたいなやつ入れる。あいつ伸ばし棒つけるけど。忍者は大事。忍者入れる。あ、ここ、これ忍者っぽいしな。ここ、ここ忍者っぽいしな。なんか見た感じ忍者っぽいしなの意味がわからんけど。いいネーミングじゃないか。ああれ鋼鉄じゃね。これ石炭。あれ正面の鋼鉄だろこれ。これはこれ鋼鉄やろこれ。あ、じゃあこれ鉄鋼石か。うん、鋼鉄と鉄鉱石のあれがちょっと区別が。区別ついてるんやけど名前を間違う普通に。ほら、これ銀じゃねえ。もしかして銀じゃねえのか。光ってるだけが鋼鉄が。あ、じゃあ鉄鉱石が。あ、銀だ。
やったぜ。やったぜ。向こう側もなんか行けへんなとこあったよな。かなり暗いな、うるさい。